皆さんこんにちは。飯能市役所インフォメーション、今回は生活習慣病対策特別編をお送りします。今日は健康づくり支援課で生活習慣病対策を担当されている保健師の小竹さんと管理栄養士の毛利さんにお越しいただきました。小竹さん、毛利さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。生活習慣病と聞いて思い浮かぶのが糖尿病ぐらいしかないのですが、そもそもどういうものを生活習慣病というのか教えてください。はい、ご説明します。生活習慣病の代表的なものは心筋梗塞や心不全のような心臓疾患、脳梗塞や脳出血のような脳血管疾患、糖尿病、高血圧、がんなどです。これらの発症には食生活や運動、飲酒、タバコ、休息といった日々の生活習慣が大きく関わっています。生活習慣病は医療費の約3割、死亡者数の約6割を占めており、急速に進む高齢化を背景としてその予防が大変重要です。生活習慣病は予防がとても重要ということなんですが、どのように予防したらいいのか教えてください。はい、日頃から運動、食生活、喫煙、飲酒などに気をつけていけば予防することができます。また今の自分の体の状態を知るために1年に1回特定健康診査を受けることがとても大切です。特定健康診査というのはよく聞くんですが、いまいちわからないんですが、どのようなものなんでしょうか。はい、特定健康診査についてご説明します。特定健康診査は40歳から74歳までの方を対象とした健康診査です。主に内臓脂肪型肥満に着目した内容で、生活習慣病の予防に特化しています。内容は身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査などで、検診でわかる項目はご覧の通りです。特定健康診査で何か問題があった場合はどのように対応するんですか。はい、飯能市の国民健康保険の方には私たちが特定保健指導を行います。健康づくり支援課から特定保健指導の該当者の方にご案内を郵送しています。ただし医師から受診を勧められた方は医療機関に受診していただくようご案内しています。なお国民健康保険以外にご加入の方はご加入中の健康保険組合の方へお問い合わせください。特定保健指導で実施していることを教えてください。はい、ご説明します。特定保健指導とは、生活習慣病の発症予防のため保健師や管理栄養士などの専門スタッフが3ヶ月間生活習慣を見直すためのサポートをすることです。実際の内容は腹囲や体組成計、血圧などの測定と運動や食事などの見直しを行います。保健師・管理栄養士からアドバイスを受けながら自分でできる目標を立てるので効果的に改善できます。例えば食事の行動計画はご覧のような内容です。運動の行動計画はご覧のような内容です。特定保健指導を受けることで体重や腹囲の減少、血圧、血糖値、脂質といった検査項目の改善が期待できます。専門の保健師や管理栄養士からアドバイスが受けられるのはとてもいいですね。はい、健康はとても大切なので特定健診、特定保健指導とも積極的に受けていただけると良いと思います。その他に健康づくり支援課で実施している生活習慣病予防についての講座などがあれば教えてください。はい、ご案内します。ヘルスアップ運動教室や栄養学セミナーなどの各種健康教室を開催しています。
ヘルスアップ運動教室は実際に体を動かしながら自分に合った運動方法を見つける教室で、ご自宅でも手軽に取り入れられる運動を行っています。健康運動指導士の先生の動きに合わせ、ボールやチューブを使って行う無理のない運動が中心です。おおむね40歳から75歳未満の方が対象で、連続した6回コースとなっています。栄養学セミナーでは、管理栄養士が糖尿病、脂質異常症、高血圧症、骨粗鬆症など参加者の方々が知りたいというテーマでお話をさせていただいております。また聞くだけでなく、試食を召し上がっていただきながら楽しく体験的に栄養学について学んでいただきます。この他にも血糖値改善教室も行っています。血糖値改善教室は糖尿病に着目した教室です。6ヶ月間のプログラムで2回血糖値の測定をし、運動や調理実習などの実技を交えながら行います。また各種相談として健康相談や栄養相談も行っています。健康相談は生活習慣病全般について改善するための相談です。私たち保健師が話を伺い、アドバイスをしています。血圧測定、体組成計の測定をすることができます。2ヶ月に1回ずつ保健センター、保健センター名栗分室それぞれで行っております。こちらは予約不要です。栄養相談は管理栄養士が生活習慣病全般についての食事療法や予防のための食べ方など、お一人お一人に合ったアドバイスをさせていただきます。こちらは予約が必要です。教室相談についての詳細は広報反応や健康カレンダーでもご案内しています。皆様のご参加お待ちしています。教室や相談は無料で参加できるんですか？はい、健康相談、栄養相談、ヘルスアップ運動教室は無料です。栄養学セミナーと血糖値改善教室については一部食材不等をいただいております。自分の体を健康に保つためにもぜひ参加してみたいですね。ぜひご参加ください。お待ちしています。今日ご紹介した生活習慣病対策に関するお問い合わせ先をご案内します。お問い合わせは健康づくり支援課のご覧の宛先までご連絡ください。今日は生活習慣病対策特別編をお送りしました。最後に小竹さん、毛利さんからご覧の皆様へメッセージをお願いします。健康づくり支援課では、保健師や管理栄養士といった健康づくりの専門家が皆さんの健康づくりを全力でサポートします。今日ご紹介した教室や来所での相談だけでなく、電話での質問や相談も随時受けたまわっておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。教室や相談というとハードルが高く感じるかもしれませんが、ご心配にならないでください。軽い気持ちでご参加いただければと思います。今日は健康づくり支援課で生活習慣病対策を担当されている保健師の小竹さんと管理栄養士の毛利さんにお越しいただきました。小竹さん、毛利さん、ありがとうございました。ありがとうございました。飯能市役所インフォメーションをお送りしました。